どうも、吉本プラモデル部副部長の Q 太郎でございます。はい、本日は京都の方にね、泊まっておりまして、で、まあ、今日ですね、大阪のボークスさんで、このような商品をね、見つけました。そして買ってまいりました。造形村、造形村ウォーターパレットということでございまして、どういうもんかと言いますと、まあ、パレットが湿ってて、で、あれなんですね、あのその上にこういうね、あの塗料を、置いて、こう塗っていくと、湿ってるんで、あのすぐ乾かないということなんですって。これすごいですよね。あの同じ塗料をずっと広い面積に塗るときとか結構出すとね、すぐ乾いちゃうんですよね。なんでちょっとね、これはどんぐらい乾かないもんなんかなとちょっと気になって、買ってまいりました。はい、というわけで、今日はこちらの真帆さんのティガーワン、これですね、これをあの、まあ、これはね、もう家でね、黒サフ吹いて、大阪のこのちょっと何日間かの泊まりで筆塗りできるようにって思ったんですけど、ちょっとこの動画はちょっとね、まあ、これを塗るんですけど、このちょっと造形村ウォーターパレットの使い心地という動画にしたいと思います。というわけで、どういうことかと言いますと、まあ、開けますね。ザン、はい、こういう風になってまして、でこれが、あ、ここにテープ止まってますね。開きました。でこれはね、入れ物なんですけど使うんですよ。これあの説明書はね、ちょっとあらかじめ見たんですけど、まあ、このように開けまして、入っているものが、これはまあ上のね、これがね、その例の紙パレット締めるってやつですね。そしてこれがスポンジ、はい、吸水ワイパーって書いてあるんですけどこのスポンジに水を、50ml 染み込ますんですって、はい、でこれを湿った状態にしますよね。そしたらこの紙を置いて2、3分置くんですって。そうするとこれがあの潤いがあるパレットになって、アクリル塗料が乾かないということみたいですよ。はい、というわけで、まずどんぐらいなもんなのかというのをちょっと、ま、これ使わずに出して、はい、見たいと思いますね。はい、ちょっとこれね、これちょっとさっき試しにどの色使うかっていうのを出したんですけど、これははい、あのボディタオルですね。ボディタオルが入ってたもの捨てるやつなんで、ちょっとこれで、これはもうだから潤いはないですから、もう全然潤いはない。これに今回この色にしました。ちょっとさっきいろいろ出してみて、ティッシュで含まして持ってる色で、ただこれが一番近いんじゃないかと、真帆さんのティガーワンに、黒森峰の一番近いんじゃないかということで、これです。なんだろう、ちょっと読めないんですよこういう感じなんです。これをちょっとこのティガーワンにちょっと塗っていくということでございますね。とりあえず、まあ出しますよ。まあこのぐらい、結構これ全部ね塗りたいですから、これぐらい、はい、まあ、とりあえず出してみました。でですよ、はい、コーヒーのやつを、プチ切りました。これで、ちょっとこれを水に含ましてっていう感じですね。だから今ちょっと時間見ておきましょうかね。10時58分ですね。ちょっとじゃあ裏あたり塗っていきますわ。はい、まあ何度もね重ねにするんで、これを全部塗りますからね、結構量は使うと思うんですよね。こういう感じですね。ちょっとね、
落ち着くともうちょっといい色になる。これってだいぶ明るいんで大丈夫かなと思うんですけど、多分落ち着くと大丈夫なはずなんですよね。この色で合ってるはず。伸びるな塗料すごいっすね。はい、まあこんな風に塗ってて、まあ、ずっと塗ってて、で15分ぐらいっすわ。はい、15分ぐらい経ちまして、こうやってだから乾いてきました。使い方的には、まあ、ここにチューって出して、でここに筆、濡れた筆でこうやってこっちから塊からちょっと持ってきて、こうやって溶かしながら塗っていくみたいなことですよね。でやってるんですよ俺。そうするとこっちの方がもうここ乾いてきてるんですよね。乾いてきてるんですよ。もう15分ぐらいですかね。はい、乾いてきてます。でもこういう時はもう僕前はこう水ぐじぐじぐじってやって濡らしてっていう風にしてたんですけど、ああもうこういう風にボトッと塊になる、なんかねダマになるというかこういう風になるんですけど、でこれがいよいよちょっと使ってみますわ。こちらの、造形村ウォーターパレット使ってみたいと思います。はい、ちょっとで家じゃないんでちょっと 50ml 測れないんで、ちょっとこれざっと湿らしてきました。はい、もうひたひたで、はい、湿らしてきて、これにこれを1枚取るわけですね。これを1枚、あこれこれ結構厚いっすね1枚。はい、これをこれは前後ろないのかな、ないっぽいですね。どっちの面でもいいのかな。白紙を1枚置き、うん、面の指定はないんでどっちでもいいんですね。1枚置き、これをここに置くと。はい、で着きました。ただ2、3分待つ。はい、あれすげえグリーンってなってきたけど、グリーンってなってきたけど大丈夫かな。2、3分待つっていうことなんで水足んないのかな。全体が湿った状態だからスポンジが湿りゃいいから髪に染み込ますまで2、3分待つ。はい、3分ぐらい経ちましたかね。はい、こういう風に髪がちょっと濡れてきました。でこの上に出すってことですよね。はい、やってみたいと思います。はい、引き続き塗っていきます。はい、というわけでこれを使ってない、時は、まあ、15分ほどで、乾き始めてきたということで、実際使って、同じく15分ぐらい、経ちました。さあ結果は湿ったままです。すごいですまあそれやっぱそうですよね。下に水ありますから。すごいですわ、湿ったままですわ。はい、すごいです。ちょっとめくってみどうなるのかな。あ、下にもこう行ってないんですね。下に俺スポンジまで行っちゃってんのかなと思ったら、そういうことはないんだ。紙でちゃんと止まるんですね。うん、湿ったままでございました。いやー素晴らしい。これは大量に出しても安心ですね。はい、大量に出しても安心です。とこれなんてもうね全部この色で塗りますから、いっぱい出しても全然乾く心配せずに塗れるということでございます。すんばらしい。これはねいいですよ、これはいい。はい、はあ、はあははあ、いいですよ。だからずっとこうやって重ね塗りがねできるんですよね。
もうとにかくね、もうずっと同じ作業の繰り返しですからね、重ね塗り重ね塗りで、すげえ、これはいいですね。ちょっと、広い面とか、同じ色でバーってずっと塗るときとかは、ぜひこれはあった方が、いいんじゃないかなということですね。はい。ちなみに、これね、さっきの方はもうすっごい固まっちゃってますから、はい。だから30分ぐらいですよね。30分ぐらいだともうすぐ固まっちゃう、完全に。だから水でこう溶いてこう濡らしてやらないといけないんですけど、こっちの方は、多分全然大丈夫でしょう。ちょっとじゃあいっぱい出して30分ぐらい待ってみますか。ちょっとそれをやってみますか。30分ちょっと塗り続けます。たっぷり出してね、なくさないようにしないと、全部使っちゃったら意味がないんでね。実際今度はこれで30分待ってみます。はい。というわけで結局乾かないもんだから、もうずっと塗って、30分ってさっき言ってたんですけど、乾かないもんだからもうずっと塗ってて、もうかれこれ1時間ですね。1時間もうもちろんさっき30分ではもうこんな風になりましたよね。なんですけど、これ1時間経ってるんですけど、これね、ようやくなんか上の水ついてない上の表面が固まってはきたけど、実際はもうまだ全然、パリパリになってない。こっちも最初に使ってた部分もまだ湿ってますから、すげえなー。これはこういう、結局ここ裏まで完成させました。まあ、表はまだ全然ですけど、裏の方完成ってこともないですけど、まあ、ここからまたいろいろウォッシングとかするんでしょう。まあ、一応こういう感じで、はい、一応塗ってみましたね。まあ、裏1回目はまあこれで終わりという感じで、はい、ここまでもやっちゃいました。あんまりにも乾かないもんだから、こっちはね、こっちに塗ったの早く乾いた方がいいんですけど、うん。ファレフォカラーはもうすぐ乾きますからね、こっちはね、本当に。だからファレフォみたいに乾燥が早い塗料とかはもう本当にこれが、うん、すっごい使えたな。というわけで、こちら造形村の、ウォーターパレット、素晴らしい商品でございました。もし、皆さんね、船塗り、うん、楽しまれる方は、ぜひぜひ、ご購入してみてはいかがでございましょうか。500円でしたから、500円で、何枚入ってるんでしょうね。ちょっといっぱい入ってます結構入ってますよ。このように、はい、入ってますので、ぜひぜひ、こちらの方ご購入してみてはいかがでございましょう。これのね、これだけも売ってました。このスポンジ、水のスポンジに対応するこの紙にだけの、やつも売ってましたんで、全然なくなったらまた買い足せるなということでございます。いかがでございましたかね。非常に私はもうこれはもう話せなくなった商品だと思いますね、筆塗りで。はい。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。